鈴木宗男氏、コメディアン出身のゼレンスキー氏は政治家にふさわしくない、に対する世間の反応。日本の世襲議員たちを見てみろ、犯罪者だらけだ。日本の裏金議員たちも政治家にふさわしくない。出身は別に関係ないだろ、もう5年くらい大統領やってるしキャリアもある。まるで政治家は家業とでも言いたげな発言。国民に選ばれたんだからいいんだよ、比例復活の方がわけわかんないだろ。